TME 地域密着ラジオがラジオが始まるよ。おはようの言葉で今日がまた始まる。その笑顔に会えるかな。今日もいい日でありますように。かほと DME 社長の地域密着ラジオ。この番組は地域や企業の方々と健全なアーティスト育成を中心にイベント運営、楽曲提供などを行っております。株式会社ディストルミュージックエンターテイメントの提供で放送いたします。 FM とつかおきの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。おかほー、おかほー。なんか今日いつもと違いますね。なんか違いますね。なんか今聞こえた。もう一回もう一回言ってみる。もう一回言ってみましょう、うん、せーの、おかほー。結構ずいぶん重たい声が重たい声がなんか可愛いね、黄色い声援がいっぱい聞こえますけども、はい、今日もね、はい、というわけでカホと TME 社長の地域密着ラジオ第2回目の放送が始まりました。この番組はですね、地域を拠点に活動される方々の情報から戸塚密着型シンガーソングライターカホの今月の予定とかね、最新情報からリスナー参加型コーナーまで楽しい1時間をお送りいたします。はい、パーソナリティは2人いますけど、私番組名そのまま TME ディストリミュージックエンターテインメント社長のあざみなおきと、戸塚密着型シンガーソングライターのカホです。 OK ですね。 OK ですね。はい、この2人でお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。ということで今日はね、たくさんのお客さんを迎えてやっているんですけども、はい、ここどこ、カホちゃん、ここどこだろう。ここ見たことあるんだけどね。すごい美味しい匂いがする場所ですね。いい匂いするね。はい、ここ何屋さんですか。美味しいパンが食べられるプチラパンカフェで、イエーイ、お届けしております。すごい、ね、店長からの怖い視線も感じるんですけど、怖い視線後ろから青木さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでちょっと公開収録という形でですね、はい、楽しくお送りしたいと思います。はい、というわけで5月2日の放送になるんですけれども、はい、5月2日は一体何の日かということで、かおちゃん何の日ですか、はい、どういうか気になる日あります？5月2日はですね、緑茶の日だそうですよ。はい、緑茶の日、はい、またまたこれはまた何ですか、なんとか協会とかいるんですか。そうですね、日本茶葉中央会日本茶葉中央会すごい名前ですよね。そんなのが制定をしているということで、ね、そうですね、なかなか面白い感じですけど。飲みます、飲みます、飲みます、結構飲みますね。自分でも最近入れるようになったので飲んでますね。かおちゃんも飲みます、緑茶。私緑茶か、うん、ほうじ茶なんですけど、はい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 、家だとで割とほうじ茶の方が、うんうんうん、多めだったんですよね。ああ、なるほど。頻度的には。でも最近では？最近ではコーヒー派？コーヒー派、もちろんそうなんですよ。最近はコーヒー派になっちゃったんだもんね。うん、そうです、うん、そう。でも緑茶も美味しいですけどね。うん、緑茶なんかほっとするよね、やっぱり、はい、一番体にねこう染み込んでくる感じがしますけど、うん、なんか他にはね交通広告の日っていうのもあるらしいですよ。へえ。これなんでだと思う？交通広告の日って。5と2だから。そう。交通。これもまたねこうつまんないネタでね日を設定してますけど、関東交通広告協議会が1993年に制定したそうでですね、まあ、5、2でですね、交通の語呂合わせということで、まあ、交通広告っていうのはその駅や電車バスの車内に貼られる広告ですね。あれの交通の広告のことを言うらしいんですけども、コップの日とかありそうですよね確かに。いついつコップって、コップの日5月2日。あ、でも確かにそうだ。でしょ、制定しようかなんか誰でも結構いけるらしいよ。そうなんですね。じゃあカホがコップの日を制定しましたってのやりましょう。カホちゃんのとのコップの由来はどうする？特になし。特になし。そこは特になしで。はい。というわけで。思いついただけで。まあでもそれはでも上手だよね。52だからコップだもんね。そうですね。うん、よだれ垂れちゃいましたけどね。はい、ということでこんな感じでうだうだと1時間お送りしたいと思います。今日もね素晴らしいゲストの方、それからね。今日はたくさん観客の方もいらっしゃいますんで、うん、すごい雰囲気です ね。皆さんの参加型で楽しくお送りしたいと思います。はい、というわけで早速1曲目お聴きいただこうと思うんですけれども、1曲目私から1曲お送りさせていただきます。実は大学の先輩のお姉ちゃんっていう人なんですけど、そうなんですね。リエフーさんってご存知ですか？ソニーからデビューされてた方なんですけど、その方の曲を1曲お聴きいただきたいと思います。笑って恵みのもとへ。壁に手を当てて
ないMy heart's pounding too fast 永遠の謎は閉ざされた扉の中本当は何を思ってるの It keeps on going fast 避けられないことを深く隠すために同じことで笑い ということでもう早速ですけど本日のゲストをご紹介しちゃいたいなと思いますがかほちゃんいいですか。もちろんでございます。かほちゃんもこの人知ってるんだっけ。知ってますよ。なんかすごくフレンドリーな印象が私はあるんですけどなんか実はそうじゃないのかもしれないということでなんか若干ネクラな空気が出てるよね。それをちょっと最近親と思い始めてるのでちょっとそこを紐解いていけたらなと思います。というわけでご紹介したいと思います。横浜 FC から中島さんです。こんにちは。こんにちは。今日はようこそいらっしゃいました。はい、やってきてしまいました。プチラパンカフェ。はいということで今日はねあの横浜 FC の中島さんをお呼びしてですねまあいろいろと紐解いていこうというところなんですけどもまあ中島さんも紐解くとともにまあ横浜 FC とはまあどういう集団なのかというのもまあちょっと一度ねお話聞いていけたらと思っております。ということで早速やってみたいと思います。はい、一問一答。イエーイ。というわけでですね、まあ、中島さんを紐解くためにですね、まあ、もうザク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 質問流していきますので、はい、まあ、それにちょっとすぐに答えていただこうと思います。はい、それでは始めます。一問一答です。どうぞ。一問目、お名前、年齢、出身地を教えてください。はい、中島和也って言います。年齢は28歳、出身地はこの地元戸塚です。ご職業を教えてください。はい、プロサッカー J リーグ横浜 FC でホームタウン活動をしております。ホームタウン活動いいですね。見た目はどんな感じですか。見た目は年齢より若いって言われます。なるほど。周りからはどんな人ってよく言われますか。あんまり喋らない人だねって言われますなるほど。ちょっとさっきのねあのカホの不安があれですかね。今の仕事に就いたきっかけは。2年ほど前に、横浜 FC のホームゲームの運営のボランティアをしていた時に声をかけてもらいました。なるほど。続いて、世界が滅亡する前に食べたいものは。ここで苦手な納豆を最後に食べてみたいと思います。逆。なるほど。昔つけられたことのあるあだ名は。普通に中地って呼ばれてました。なるほど。普通ですね尊敬する人は。両親です。あ、即答ですねここはね。なるほど。戸塚ってどんな町ですか。東戸塚に横浜市のグランドがあります。あ、なるほど。ですね。さあ、そして最後、戸塚にお住まいの方々にメッセージを。ぜひとも横浜市を応援してください。というわけで一問一答でした。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。一問一答、はい、なんかいろいろありますけどかおちゃん気になるのね。かおちゃんのオリジナル質問とかどう。 あれですか。世界が滅亡する前にってやつですね。そう、私なんかなぜかみんなに聞きたがるんですけどこの質問。
ちなみにかほちゃんは世界が滅亡する前に何食べたいの？私は具沢山の豚汁です。美味しそうですね。そこはやっぱりブレない感じですけどね。これ世界が滅亡する前に食べたいもの、納豆、はい、ということで嫌いなんですか納豆？嫌いではないですけど、どうしても匂いがダメで、はいはいはい、はい、っていう感じで匂いを最後克服してってところですかね。なるほど、はい、あの納豆、かほちゃん納豆全然大丈夫？大好きですよ。豚汁と納豆ご飯がやっぱり一番本当はいいんですけど、一品に絞らなきゃいけないということだったのでという勝手な私の決まりがあるので、まあ、豚汁にしただけで、納豆大好きですよ。でもこう嫌いなものを最後までこう克服しようとする姿勢はなんかやっぱりなんていうの、アスリートみたいな感じがしますよね。確かにそれすごいわかるわね。はい、でもね、克服してください。克服したいですねそこではい、はい、ということでね、納豆なんですけどね、僕は納豆すごい大好きで、黒豆納豆とかすごい好きなんですよ。ちなみにちょっとここにいる皆さん、納豆嫌いな人手挙げて。そう、あ、2人もいますね。意外ですね。いや納豆美味しいですよまあでも確かに結構ダメな人本当にダメで、うちのスタッフでも松永ってやつがいるんですけど、納豆全くダメなんですよ。そうなんですか。ちょっと雰囲気似てますよね。あ、でも確かにちょっと似てるかも。そうなんですか、うん、そう。でもなんか彼も結構我々東北の方に遠征行ったりするんですけど、そこで途中で水戸とかのインターとかあの辺のサービスエリアに寄るんですけど、はいはい、そうすると納豆 の, うまい棒とか売ってるんですよ、はい、でそれをこうみんなでこうバッて買って食べ始めると、臭い臭いしか言わなくなるねあ、分かりますよその気持ち。ちょっとやっぱ匂いがダメなんですよね、はい、そうそうそう、なるほど。で他の質問ちょっと聞いてみますけど、はい、今の仕事に就いたきっかけはってことで、まあですね、はい、2年ほど前に、はい、まあ、声をかけられてということで、はい、その前職はまた違うことをやられてたんですか？前職は戸塚にある YMC のスポーツクラブで、はい、非常勤として働いてました。なるほど、湘南戸塚 YMCA ですね。そうですね。 そこね、かほちゃん曲作ってるよね。そうなんですよ、曲も作ってるし、いろいろイベントでもお世話になっているところですね。2年前だと、もうまだかほは関わってない時、おそらくそうなんですね、イベントの時に来ていたではないかなと。いい戸塚祭に、そうだ、戸塚にも来たての時ですよねきっと。思うんですが、ギターとパーカッション入れて一番最初にイートツカ祭に出た時かな。プチラパンの曲を披露した時で初めて。そうです、懐かしい。そんなことも ありましたね青木さんね。うん、今後ろでねありましたねとおっしゃってますけれどもその時 FC も出てたんですね。露店って言わない、なんて言うんですかね。うん、そうですそうですそうです。テントを立てて子供たちとこう会話したりとか、いろいろ展示物したりとかしてます。でもその時は YMCA そうですのスタッフだったってことですね。なるほどなるほど、はい、確かにその時の FC さんのスタッフともちょっと仲良くなりましたね、そういえばね。そうなんですよ、そうそうそう、その時はまだ全然分かんなかったんですけど、いい方ばっかりでしたね。そうですね、皆さん優しい方でした。そして他の質問聞いていきますけども、はい、周りからはどんな人ってよく言われる、喋らないねというねあれでしたけど、はい、確かにかほちゃんから見ても、はい、いやそうだな、私は結構まあ、社長と結構仲良しなイメージがあるので、結構こう和気あいあいとしてるところをよく見るんですよ。だからそんな喋らないっていうイメージはなかったんですよね。だからちょっとびっくりしました。はい、確かになんかあんまり喋れない感じしないですけどね。どうなんですか？多分人見知りがすごくてですね本当に全然意外なんですけど、なんかってこう関わっていかないとこう、うん、多分喋れない、喋っていけないのかなっていう感じですね。でも確かに少しずつこう壁が薄くなっていくイメージはありますね中島さんは、うん、なるほど、はい、年齢より若く見られるっていうのもそこですかね。どうなんですかね。うん、今日もあざみ社長と同い年ぐらい見られてたという、誰だっけ、あったんですけど、すいません私ですねかほちゃんの意見でしたけど、まあ、でも確かにお若いですよね雰囲気とか、その全然いい意味で、はい、はい、で あんまりフォローになってない感じですかねこれねというわけで、まあ、その他の質問を聞いていきますが、はい、まあね、戸塚ってどんな街ですかっていうので、横浜 FC のグラウンドがありますということで、はい、これどこにあるんですか場所は。
東戸塚の、横浜カントリークラブのゴルフのところにあるスポーツマンクラブがあるんですけども、うんうん、そちらにあのグラウンドが新しく昨年の10月に新しくオープンしまして、うんうんうん、はい、まあ、本拠地は保土ヶ谷なんですけど、はいはいはい、戸塚にまたグラウンドを一つ、なるほど、そこで今横浜市の女子のシーガルズっていうチームがあるんですけど、はいはいはい、こちらが拠点として戸塚で活動しております、うんうんうん、なるほど。かおちゃん知ってた？そこにグラウンドがあるの。知らなかったです。僕も、ね、最近知ったぐらいなので、ああ、そう、実はまだ多分まだそこまで知名度は多分高くないと思うんですけど、そうです、ね、まあ、半年ぐらいですよね。そうですね、ちょうど10月なんで、うん、しかもあれなんですね、女子サッカーあるんですね。女子サッカーありますね、はい、なるほど。女子サッカーとか、はい、かおちゃん興味ある？そうですね、すごい活躍されていますよね、あの金賀選手とか。そうそう、金賀選手ね、もう思いっきり戸塚で大活躍されていて、しかもあれですよね、もう金メダル取った時も相当大盛り上がりでしたよね、戸塚はね。そうですね、やっぱりあの時はすごかったですよね、はい、でも逆にあの前もちょっとね、辛い時期あったじゃない、女子サッカーってなかなかあんまり表に出てこなくて、あの金メダルドーンって出てくるようになりましたけど、はい、その前からずっと支えてたのが商店会ですからね、ある意味。そうですね、そうですよね、うん、そうですよね。だからやっぱりそういう風にね、こうなんていうかな、売れる前からっていう、こうやっぱ支えてた人たちの力っていうのはやっぱでかいですよね。大きいですね、やっぱり、うん、FC もあれでしたっけ、もともとは横浜フリューゲルスとかですよね、名前ね、はい、知ってるフリューゲルスか、おじゃん。な、名前だけ知ってるって感じですかね。サッカー私見るんですけど、スポーツ的にすごく好きで、それでもちょっと名前まではちょっと分かんないんですけど、聞いたことあります、フリューゲルス。正解です。そう、フリューゲルスね。フリューゲルスから FC に変わった由来とかあるんですか？由来というよりかは、うん、まあ、フリューゲルスの存続、うん、まあ、活動していて、まあ、生まれ変わったっていうところがあって、あ、まあ、詳しくはホームページ等を見ていただければ分かりますので、書いてあるんですね、はい、確かに僕もちっちゃい時、それこそ戸塚の方でサッカーやってたんですけど、やっぱマリノスとフリューゲルスみたいな、もうどっちかみたいなのがやっぱりあったので、確かにそういうのありましたね、その存続危機とかいろいろ、はい、なるほど。それからですね、まあ、戸塚で活動されてるってことなんですけど、やっぱ有名な選手ね、横浜 FC の有名な選手といえば誰だっけね、かおちゃんね。ですか、カズでしょ、カズ。その通りですよね。それ知ってますよね、キングカズですけど、今もうおいくつですか？今もう40後半ですよね。40後半、はい、確かかっこいいですよね。40後半にもなって選手で居続けるってすごいですよね、やっぱりね、まあ、プロ野球にしてもサッカーにしてもだと思うんですけど、はい、でも僕思うんですけど、多分野球の方が寿命は長いですよね、選手生命は。どうなんですか、アスリート的なところから考えると、はい、やっぱり、まあ、そのコンディションキープしていくとかってやっぱ難しいと思うんですよね。そうですよね、はい、でもなんかなんとなくプロ野球って長くやれた人で、まあ、38球40というか、まあ、その辺でもうだいぶこう終わりを迎えていくイメージなんですけど、サッカー選手ってもう30来ると大ベテランみたいな感じですよね。そのとこあるかもしれないですね。そうですよね、はい、だけど逆に言うとその10年でさ、まあ、こう結果出さなきゃいけないっていう大変さもあるけど、逆に40なんかもう後半になるまでも続けてまだ第一線でこう活躍し続けるってすごいことだよね。いや、すごいことだと思います。まず続けることはすごい大変なことですし ね、年齢を重ねていくとやっぱり体力も衰えるし、その分やっぱり自分 そのコンディションを整えるのもより大変になってくる中で、ずっとその第一線で居続けるのは素晴らしいと思いますね。カホさんもいけるよね、きっとね。絶対にいけると思いますけどね。47歳でシンガーソングライター、いいっしょ。ね、その頃まで見たいですよね、皆さんもね。ちょっとあんまうなずいてない人がいるんですけど大丈夫ですか？あれあれ、47まで、でもイチローも50まで野球やるって言ってるから、カホも50までシンガーソングライターでいないよ、うん。はい、ということでね、まあ、でもそんな中島さんなんですけど、まあ、その FC で戸塚のこう担当って感じなんですか？
中島さん時代は、まあ、内部で、まあ、商店会、まあ、横浜市を応援してくれる商店会がありまして、はいはい、その中で僕が戸塚の商店会を担当することになりましたので。なるほどなるほど、はい、商店会といえば、まあ、大木さんですけどね、こちらからの、ね、はい、大木さんですけど、まあ、じゃあそこにこうちょいちょい顔を出したりとか商店会の会議に出たりとか、ね、はい、なるほど、はい、まあ、確かにいつも横にいますもんね。なるほど。どうですか、でも戸塚どんな街ですか、イメージ。戸塚は、まあ、なんですか、最初僕は、まあ、この戸塚ずっと出身なんであれですけど、はいはい、やっぱりもう駅前とかの発展が半端ないですね、うん、正直。あ半端ない。昔とかの区役所とかあんなとこあんなビルなかったっていうのがやっぱり、確かに、はい、確かにすごい今スピードでね発展してますけど、逆に昔の戸塚といえば西口なんかね何もなくて、そうですね、商店街がこうベターっと続いてるだけでしたから、はい、今あんな戸塚穴とかもなかったし、うん、そうですね、なるほど、はい、そういう印象ですか。いい街ですねやっぱり、うん、はい、人がよくこう皆さん動かれる街というイメージですよねきっとね、はい、かおちゃんなんかもね戸塚に対してはそんなイメージが多いよね。そうですね、私はその発展もすごいしてると思うんですけど、商店街も残っていますし、その新しいところと昔からあるその伝統というか良いところが共存、うまいバランスで共存してるんじゃないかなっていうふうに、まあ、だんだん思ってきたし、あとは人もものすごく、私はその人に助けられている部分もすごくたくさんあるので、優しいんだけど優しいだけじゃなくてちゃんと厳しさもあって、ちゃんとなんていうんだろうな、成長させるために厳しくしてくれる部分もある、すごくいい人たちが集まった街だと思います。なるほど、だそうです。はい、はい、僕らね20代ですからまだまだビシビシ親父たちにやってもらわなきゃいけないわけですよきっと。ですね。よろしくお願いします。お願いします。ということでなんかこんな感じでね会話してきちゃいましたけれども、ではですねそろそろ締めの方に向かいたいと思うんですが、中島さん今後の戸塚での抱負とかあります？抱負ですか、うん、これやっていきたいとか、はい、自分はこういう形で戸塚と絡んでいきたいんだとか、はい、まあ、かおちゃんと絡んでいきたいんだでもいいし。なるほど。個人私的には絡ませませんよ。業務上ですか。あ、業務上ね、はい。そうですね、やっぱり、まあ、プロスポーツチームとしてやっぱり地域の方たちとやっぱり、まあ、密着じゃないですけど、まあ、近い存在でやっぱり関わっていけっていうのが一番いいと思うの でその中でやっぱり、まあ、関わっていく中で応援してもらったりとか、やっぱりそういうところで活動できれば一番いいのかなっては思ってます。なるほど、はい、いや素晴らしい言葉ですね。確かにカホもね戸塚密着型って掲げてますから、なんかある意味同じ志を持った仲間かもしれないね。そうなんですよね。でも私は、まあ、まだまだですけど、その FC さんっていうすごく大きな組織がなんか、まあ、同じような意思を持ってやられてるっていうのはすごく私にとっても心強いですし、まだまだ私 FC さんについて全然知らないこともたくさんあるんですけど、なんかこれから知っていって、まあ、業務上ね中島さんと仲良くさせていただいて違いますよ、でもそういろいろ教えてもらって、はい、私も応援していけたらなと思います。はい、というわけで同じ密着型ですんで、はいはい、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。頑張りましょう。今日はありがとうございました。ご調査ありがとうございました。ありがとうございました。拍手。というわけで中島さんにはねこのままお便りのコーナーとかちょっと妄想ケースってよくわかんないコーナーもあるんですけど、はい、ちょっとそれも残っていただいてですね、はい、ちょいちょい話を聞いていただけたらなと思います、はい、その前に1曲お聴きいただきます。今日はねかほちゃんからの推薦曲でございますが、かほちゃん、はい、いやもうねこれを語らせたら私は長いですよ。尺合わせて。あ、分かりました。私のもう小さい頃からのアイドルのスマップさんの曲をですね、いや私でもラジオをやって、うん、スマップさんを流
せるなんて、自分からこう急出しできるなんてすごく嬉しいんですよ。本当に。はい。じゃあ早速やっちゃおうか。全然興味ないです。そんな興味あるよ。それでは聞いてください。スマップでフリーバード。DME のレディオ。スマップでフリーバードお聴きいただきました。はい。いや、やっぱりこの曲好きですか、かほちゃん。超絶に好きですね。これでも結構、実は結構最近の曲だよね、多分ね。あ、そうです。あの、ドリンクスマップっていうアルバムの中の、入ってるんですけど、なるほど。あの、やっぱり、サビの歌詞がすごく好きです。え、サビの歌詞どんな内容なの？どこかに答えがあるのなら、飛び回る、どこかに答えがある。いつかと飛び回ること忘れてしまうよみたいな。あー、なるほどね、うん、そういう歌詞なんですなるほど。そう、でも確かにそれいい内容だねはい、うん、大好きなんです昔から。そういう部分も含めてこういろいろ好きなんだね。もう、うん、はい、一人もかけちゃいけないでしょ。そうなんです。5人でスマップなんです誰が好きなのとか聞くと5人全員ですっていう答えしか返ってこないんでね。大好きなんです。はい、ということで、かおちゃんの大好きなスマップをお聞きいただきました。ありがとうございました。はい、ということで続いてお便りのコーナーに行きたいと思います。さあ、まず5つ目行きたいと思います。はい、いいですか。ありがとうございます皆様。続いてですね、とつかみ一着型のゆきおさんからいただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。かほさん、あざみ社長、青木店長、中島さん、プチラファンカフェのスタッフの皆さん、フェスカフェからなだれ込んだかほ組の皆さんおかほー、おかほー、はい、ありがとうございます。さて、ゴールデンウィーク真っ只中ですが、多い人では11日間連続連休日って会社もあるみたいですね。そうなんだ。と、私は8連休ですよ。かほさんは連休取れていますか。と、取れてないです。取れてます。取れてないですね。あ、11連休ってすごいですね。11連休ってもはや逆に 何するんですかね、うん、ちなみにちょっとね、11連休の人、
目の前にいました。うん、11連休。いや11連休ってなかなかですけどね。西表島行きますね、私だったら。そうだね、そうだよね。旅に出れますもんね、これだけあれば。海外行っても全然余裕なぐらいですね。なるほど。カオさんもね、連休、まあ、でもちょっとね、5月31日まではね。そうですね、もちろん、ちょっとなかなかちょっと休みたくてもちょっと気持ち的にもね、あんまり休めないよね、はい、そうですね。まずね、中島さんは11日間お休みがあったらどこに行きますか？温泉巡りしますかね。なるほど、いいですね、温泉いいですね。確かになんかこういろいろね、体の疲れをこう、はい、取りつつ行ってくると。で、ね、で名所を回ってこうちょっとパワーをもらってくるっていう。なるほど、はい、それは彼女とかと行くんですか？いや、もう一人旅でもいいかなと思いますね。なるほど、はい、意外とね、一人旅も楽しかったりするからね。ネクラオーラ。一人旅楽しいですよね。楽しいよね、はい、俺も一人旅大好きです。はい、母ちゃんも一人旅全然行ける派だよね、多分ね。全然行きます。一人で水族館行きました、この前。一人でだって江ノ島行って水族館行くんですよ、うん、でもすごいですね。さすがに水族館はちょっと、うん、チケットを買うときにですね、うん、目の前に4人組の女の子の学生がいて、うんうん、ちょっとどうしようかなと思います。多分こう、あの子たちこう買った後に、はい、ガホが一人で大人一名ってこうやって買ってる横で、はい、あの人一人だよ。でもみんな学生だったので、うん、学生証を出してこう学生料金に入ってたんですよ。なるほど、ね、それに続いて入ったので、うん、学生ですかって聞かれたんですよ。本当に？いや違います。大人一名です。前の軍団とは別ですと、はい、なるほど。でも楽しかったですよ。なるほど、うん、まあね、その連休もまあ、なかなか取れないかもしれないですけども、さあ続きですけどね、はい、で昨日までもクロスストリートライブや TME2 周年イベントなどがてんこ盛りでしたねということで、アーティストは辛いっすねと。いやいや、そんなことない、楽しかったですもん、ね、もんだ。楽しかったですもんですよ。さすがでございます。まあ、5月もね、あの港未来日本丸や大船や戸塚でのライブ行きますよということなので、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございますね。このゴールデンウィーク、もう明日が、まあ、もう始まってますけど、5月2日はね、はい、そうだ、まあ、でもね、5月3日4日と、うん、ガムちゃんもイベント続きですね、はい、はい、ぜひ皆さんも足を運んであげてください。お待ちしてます。そして皆さんに質問ですということで、あ、でもこれあれだね、もしも11日間の連休を取れたら何をしますかという内容で、まあ、中島さんにはちょっと温泉巡りと聞いたんですけれども、かほちゃん連休取れてたらどこ行きます？11日間ですか、うん、リアルにですか？リアルに行きましょう。ここはリアルに、とりあえず、うん、最初の1日は、うん、2時ぐらいまで寝る。まあ、まずね、まずちょっとね、はい、体を休めるために2時ぐらいまで寝ますよね。はい、取りだめしてあるスマスマを見ます。もうなかなか見れないしね、はい、うん、それから、まあ、それで多分1日は終わるので、うん、これもしかして1日ずつやっていくの？違います。2日目はそうなんで、もその後は、うん、やっぱりどこかに出かけたいですかね、フラット、なんか泊まりがけで、うん、海に行きたい、海大好きなので、うんうんうん、沖縄に行きたいです、やっぱり、うん、沖縄の西表島に行って、ちょっと1週間ちょっと、うんうんうん、はい、ゆっくりして。なるほどね、はい、やっぱり西表ずっと行きたがってるもんね。そうなんですよ、うんうん、なかなか行けないんですけど。まあそうだよね、はい、まあ、でもぜひ、ね、5月31日終わったら、はい、まあ、ちょっと2週間はさすがに多分行っても暇だと思うので。そう言われるんですよね、うん、そうかな、1週間ぐらいで西表と、はい、まあ、本島ちょこっと楽しんでくるぐらいのプランでぜひ行ってきてください。行きたい、うん、でも多分孤独になると思います、途中で。途中寂しくて、あの俺たち、あのうちのアーティストも含めスタッフも全員、はい、あのカホ LINE ブロックしとくから。悲しい。携帯着拒しとくから。そんなことにはならないと思いますが、まあ、でもぜひね、5月31日終わったら少し休みに行ってきてください、はい、ちなみに私はマザー牧場に行きたいです。マザー牧場で乳搾りしてジンギスカン食べて帰ってきたいです。はい、ちょっとじゃあ青木さんにも聞きましょうよ。あ、そう、青木さん、青木さんどうですか、行きたいとこあります？11日間お休みがもしも取れたな。あずみさんと一緒にマザー牧場に行くそうです。じゃあ僕ちょっと青木さんと2人で、はい、マザー牧場に行くのが夢ということで。異様な光景ですけどね。ちょっと11日間マザー牧場2人で行くの結構辛いですね。すごい、プチラパンもずっと店置いとかなきゃいけないですもんね。
すごい仲良くなりそうですね。確かに仲良くなるかすごい仲悪くなるかのどっちかでしょう。俺マジ後者な気がして怖い。そんなことないですよ。青木さんと仲良くなりたいです。そう、口聞かなくなってたりして。もういいよ、あいつとは話し切ったよってずっと言われてそうな感じが。楽しそうじゃないですか、うん、でもちょっと機会があれば、うん、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ないことを祈るよと言われてます。はい、ということで、戸塚のゆきおさんでございました。ありがとうございます。はい、続いてですけれども、ラジオネーム手のひらサイズの吉尾さんからいただいております。今日にぴったりですね。ぴったり、ちっちゃいね、うん。かほちゃん、社長さん、大木さん、中島さん、かほ組の皆様、おかほん番鎮は大丈夫、新しいけど、もうやっぱり何言ってるか分かんないですけどね、はい。かほちゃんが主役になって2回目、ふたふたのかほちゃんも可愛かったし、前よりもゆったりした感じがとっても楽しいですと。鬼のような社長にいっぱい働かされても笑顔で頑張るかほちゃんがかわいそう。そうだそうだ、嘘です。パワハラってですよ、これね。なのでかほちゃんを守るために公開収録で400人集めましょうということで。公開収録で400人集めるってどうやって集めるんですか。どういうことだろうって今思っちゃいました。ここに400人。これを書いている時点で僕の明日はわからないのですが、一生家欲しいなってもかほちゃんを応援すると僕は決めましたということで。なるほど。どういうこと？応援してくれるってことですか？欲しいになってもね。欲しいになっちゃうんですか？欲しいにならないで欲しいですけどね、うん、できるだけね。ぜひこうやってね、たくさん応援してくださることありがたいことですから、はい、本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、手のひらサイズの吉尾さんでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで続いてはですね、戸塚のカズくんからいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。あざみ社長、おかほさん、中島さん、おかほおかほおかほ。はい、ということで質問いきなりいただいております。はい、ですね、今日2つ応募いただいてるんですけども、まあ、将来を語るならこっちでということで、はい、まあ、こっちの質問にしたいと思います。私ごと40歳になるのですかということで。40歳おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。パチ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 、今日もね、いらしてくださっております。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、まだまだ先の話ですが、ご自身が40歳になられる頃はどうなっていたいですか。ぜひ お聞かせくださいということで、うん、ちなみに私は40歳の間に何か人生の変革のある年にしたいと思っていますが、今のところ何の変わりもないサラリーマンです。よろしくお願いいたしますと。真面目だ。真面目なメールな感じですけれども、どうですか、40歳になる時には。中島さん、40歳になる頃にはどこの会社にいますか。会社ですか。もちろん横浜 FC ですよね。そうですね、うん、さらにそこからちょっと世界一周してみたいなとは思いますけど。ああ、なるほど、はい、世界一周旅行、はい、船ですかね。アスカ、アスカですかね。いいですね。ちっちゃい子ちょっと勘弁してほしいかなって感じですけどね。なんでその電波少年みたいなことやるんですか。ちょっと古いのですいません。いえ、なるほど、はい、かほちゃんは何かあります、40歳になったら。まあ、とりあえずもう50まではシンガーソングライターなんだよね。でもうそれは前提、もうそれは大前提なんだけど、その上で、まあ、40になった頃にこうどうなっていたいですかと。そうだな、うん、40歳か。でも私今中島さんの言ったのとちょっと似てるんですけど、うん、さっき考えてた時に、うん、なんかやっぱりいろんなところ飛び回ってる人になりたいなと思って、うんうんうん、私すごくインドアなんです。そうだから、たまたまこう一日ポンとお休みができても、うん、もう家でいいかなってなっちゃって。なるほどなるほど。 家の空間すごい好きだっていうのもあるんですけど、うんうん、なんかそうじゃなくてもっとこうフットワーク軽くいろんなところに出かけて、うんうん、トランク一つで、うん、ナイフとパンだけ詰めて、うん、みたいな、うん、やつあるじゃないですか。詰め込んで父さんになっちゃうから。そうね。なるほど。本当にそういう風に思い立ったら、うんうんうん、行動じゃないですけど、うんうんうん、まあ、沖縄だったり北海道だったり、うんうん、まあ、海外もそうだけど、うん、飛び回れる人になりたいなと。なるほど、うん、そしたら楽しそうだなって単純に、うん、はい、でも絶対楽しいよね、うん、ずっと家にいるだけではなくて。確かに、はい、もう割と俺もそんな感じかもしれないです。へえ、うん、全然興味ないんだね。じゃあ違います。でも僕1回でいいから、うん、市議会議員やってみたいです、40までに。ちょっとだけ食い込んでみたいです。
もう私全然それがどういう世界なのか全然分かっていないから何とも言えないですけど行政とかのあっちの方の世界から横浜を眺めてみたいんですよね一回だけ、うん、で、あのどんどんディストルっていう音楽会社がいるんだけどそこにどんどん仕事振ってみようかな悪いやつだよそれ。悪いやつですよ。いやそうじゃなくて単純にちょっといろんな面から横浜を眺めてみたいというだけなので、うん、多分そのいろんなとこ飛び回りたいというのも、うん、多分いろんな面からこう見てみたいというのがあるから、そうだよね、そういう願望があるのかもしれないですね、うん、ある意味一緒かもね、うん、僕も去年の年末に台湾にボンって行った時にそうだあの時も10日前ぐらいに思い立っていきなり予約取ってもうパスポートもその時に取ってボンボンボンって行ったんですけど超突然でしたもんね、まあ、ちょっと仕事も一応半分あったはずなんだけど結局一人旅になっちゃってでもあの時に行ったの確かに思ったのは異世界に一人で放り込まれるから、はい、何を見てても新鮮なんですよ信号一つ取ったって新鮮だしなんか建物一つだってこんなでかいのあんだって思うしうそれだけでもやっぱり気持ちも変わるし物の見方もこうちょっと多角的になっていくというかそういう面ではやっぱり非常に良かったですねうん、なのでもう一人旅推奨ということで、はい、いいですかそれで3人であの中島さんと社長と私で、うん、船に乗って、うん、別行動しましょう世界一周もう別々だ、ね、やっぱりあの完全に一人だとちょっと怖いじゃないですかあそうだね、うん、じゃあそれぞれちょっとこう5部屋大きいぐらいにこう部屋取っといていざとなったら集まるたまにちょっと今日夜だけ食事一緒にするみたいなそれが全部別みたいなあの七子さんも連れてましょうそうだね七子さん一人行動とか絶対できないですよね多分すぐピンポンってきてねね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 ねそうですねそれもまた楽しい確かに全然一人旅にならないよみたいな感じで、はい、まあでも一人旅もそうだしみんなといる時間も大切ってことですよねそうだねすごいこんなまとめ方でよろしいですかねバランスが、はい、というわけで、はい、戸塚のカズくんからいただきましたありがとうございますありがとうございました、はい、というわけで、今回もですねお便りたくさんいただきましてありがとうございましたありがとうございます、この番組へのご意見ご感想ご要望は info@thistleme.com info@distroleme.com までファックスは 045-228-8705 までお待ちしておりますお便りありがとうございましたありがとうございましたさあそしてこのコーナー行っちゃいましょう妄想ケースイエーイはいということでこの妄想ケースのコーナーやってまいりますけれども、はいこの妄想ケースというコーナーはですねあのとある妄想の、まあ、ケースというかですねあのなんていうの場面、はい、を想像して、まあ、そのお題にユニークかつ心に響く回答を投稿していただくコーナーなんですよ、うん、で、まあ、優秀作品は、うん、かほちゃんにはい、はい、毎度のことながら選定をいただいてその優秀作品の方には番組特製ステッカーをプレゼントいたしますというわけでかほちゃん今回のお題を読み上げていただいてもよろしいですか今回のお題はロックな担任の先生が登場そのロックな先生が懲戒で発した痛烈な一言とはロックな先生ですよロックな先生かロックな先生って どんな意味矢沢の A ちゃんみたいな感じかなあそういえば今思い出しましたけど、うん、私専門学校音楽の専門学校行ってたのであそっかあの髪の毛が緑の先生とかいましたもうその時点でロックだね真緑で、うんうん、本当になんか鮮やかな緑で、うんうん、あのしかも超ロン毛ってもうそれ一言発さなくても ロックだねそうもう醸し出してますよ ね、 そうだねロックを、うん、なんかもしかしたらあれかもねこう卒業証書とかを渡すときに、はい、いきなり火をつけてこうバッとバッて本人に投げつけたりするかもしれない、ね、確かに割とね僕そんなイメージで今回のお題提供してるんですけど意外とみんなねもう会話になっててよくわかんない回答がねやつが多いです、はいまあ、というわけでじゃあちょっと一個ずつ紹介していきましょうかそうですねはいじゃあまず一つ目、先ほどね手のひらサイズの吉尾さんからいただいておりますはいありがとうございますロックな担任の先生が登場そのロックな先生が懲戒で発した痛烈な一言とは、ジョジョパチ先生今朝はユウたちに話がある話があざみ教頭が新人教師のカホをいじめているユウたち黙って見ているのかクラス委員長七子あの教頭には心根がないのよ番長国田綺麗事じゃ済ませられないなクラスのマドンナうなしうなうなジョジョパチ先生よしユウたちの心を一つにするために浮き金中学校の校歌を歌うんだ来月に続く以上ですバチバチバチこれはロックなのかないやどうなんでしょうねもう二人でこう分けてあの話したのに全然二人じゃなかったっていう、うん、そうだね4人5人ぐらいいるからねそうこれ誰なんだろう、まあ、とりあえずこれまず一つ目ですねはいじゃあ続いていきたいと思います続いてはですね、
戸塚密着型のゆきおさんからいただいております。ありがとうございます。これもね長いんすよ。長いぞ。もうなんかね、なんかこうゲシュタルト崩壊みたいになりそうね、これ見てると。このメール見てると長くてスンマホンって書いてますねすごいですね。というわけでじゃあちょっとね行ってみましょうか。はい、これじゃあこっちは僕で、はい、こうカホ他生徒たちはカホちゃんやってください。よしき先生が社長ですね。はい、私です。でカホ他生徒が私で、はい、よしき先生っていうのはロックな先生なんだね。はい、はい、じゃあ行ってみましょう。ロックな3人の先生が登場。そのロックな先生が懲戒で発した痛烈な一言とは。今日から赴任した音楽講師のよしきだ。教室のみんな乗ってるかい。イエーイ。みんな勉強やってるかい。イエーイ。ヘイ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 。イエーイ。今日もこんな感じで行くんで、そこんとこよろしく。以上でーす。はい、ということで最後の乱れ具合僕がもっと早くヘイって言わなきゃいけなかったんですね。そうなんです。ヘイ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 イエーイみたいになんなきゃいけなかったんですね。そうだそうだ。あいつもそいつもうんちゃらじゃんじゃないんですよねなるほどこれはロックなのかなすごいですね。逆にポップな気がするけどなこれ確かにすごいポップな先生な気がするけど、やることはロックですよね。そうだね。なんか乗ってるかいだからね。魂がこもってるというか、はい、ということでそんなことやるっていうことをやるのがやっちゃうあたりがね、うん、やっぱり違うかなということですが、壊しにかかってる感じが確かにもう本当ぶっ壊しにかかってるよね、うん、これかな。さあというわけでじゃあちょっとね、はい、最後行ってみたいと思います。3つ目、戸塚のカズくんからいただいております。はい、これもねちょっとセリフがあるので、はい、じゃあ先生と、国田くん僕やりますんで、はい、カホちゃんはカホっていうところやってください。わかりました。いきますね。はい、で登場人物はカホさんと国田くんとロックな先生ということです。出演者は幼稚園の朝のお歌の後の一コマということで、はい、いきます。ロックな担任の先生が登場。そのロックな先生が懲戒で発した痛烈な一言とは。皆さん元気にお歌が歌いましたね。今日はお絵描きをして遊びましょう。先生先生、国田くんが私の大事なクレヨンを取って意地悪する。とってなんかないよーだ、あかんべー。チャラチャ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 ラチャ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 ラチャ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 。あんた、あの子の何なのさ。以上でーという感じらしいですけど、どうすかカホさん。劇場版って感じですよね、なんか何をやってるのかよくわかんないぐらいですけどね。全然一言ではないというね本当に超セリフ長編ですけど、それではいいですか。はい、今日の優秀作品は学園天国風になっていたゆきおさん。イエーイ、おめでとうございます。ちょっとノリがいい感じだったしね。そうなんか、うん、やっぱ ロックというのうん、ロックというのは私ロックじゃないですけどロックっていうのはやっぱり人のやらないことをなんかそうだ、ね、やってるイメージがあるので、あの懲戒でこうコール&レスポンスをするっていうのはなかなか斬新だなと思ったのでそれで出席取ってるかもしれないしね、うん、早い元気かい、はいっつって、あいいですねそれ。それも面白いかもしれない、ね、そういう先生から面白い。確かに。そう、まあそんなちょっと意外性があったので意外性があったので、はい、というわけで戸塚密着型のゆきおさんにはですね、番組特製ステッカーを、はい、まだね戸塚の家族にも送ってないんですけど送らせていただきますので送ってください、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、というわけで妄想ケースでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあもう時間がないので、うん、最後の曲に行きたいと思います。はい、最後の曲はカホちゃん何ですか。もちろん今この場所にいるので、はい、プチラパンの歌をお届けしたいと思います。聴いてください。カシオ川を越えて少し行ったとこ、緑色の可愛いパン屋さん、風に乗せて焼きたてのいい香り、素敵な一日運んでくれる。
カホと DME 社長の地域密着ラジオ、番組が終わりに近づいてきてまいりました、はい、ではねちょっとね感想を聞いていきたいと思うんですけども、まず中島さんどうでしたか。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、新たな経験ができたというところで、はい、すごい良かったです。はい、はい、さらに宣伝しちゃってもいいですか最後。あ、いいですよいいですよいいですよ。5月6日の日に日発三沢球技場で横浜 FC のホームゲームあります、はい、お、4日後だ。5月2日なんで、はい、今日ぜひとも三沢に足を運んでほしいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。中島さんでした、ありがとうございます。行きましょう、応援に、ね、行きましょう、行きましょう。はい、じゃあねちょっとせっかくなんで、はい、あのこのねピチラパンカフェの、そうですね、青木さんにも、そう、青木さんもずっと見守っててくださったので、 そしてこの場所をね貸してくださったので、そうですね、はい、ちょっと感想を聞いてみたいと思います。青木さんいかがでしたか。ありがとうございました。何ちょっと、男臭かったです確かにカホちゃん以外今全員男性ですからね。本当だ、超逆ハーレムですよ。香りがなくなってしまいましたいつもは美味しいパンの香りがたくさんねしてます、まあ、今日ももちろんしてますけど、うんうん、ね、はいはいはいということで皆さんもぜひね足を運んでみてください。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、そして最後に、はい、そして今日はですねお客様の中に可愛い可愛い8歳の男の子がですね来てくれているので、最後に感想を聞いてみたいと思います。今日はどうでしたか。授業参加みたいに疲れてなんかすいませんごめんね、なんかダラダラやっちゃって。楽しいね、なんか楽しかったですとかじゃなくて、ね、授業参加みたいで疲れてしまいましたってこの大人の中にね一人でいるとね。そうだよね、ありがとうね、うん、そんな中、はい、かわいいんですよこれが本当にねちょっと眠かったかもしれないけれども、ね、本当に最後までちゃんと聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。はいありがとうございました。というわけでかおちゃん、はい、いかがでしたか今日は。今日はなかなかいつもにない雰囲気でできて、ね、ちょっと緊張したんですけど、うんうんうん、前のスタジオの収録よりちょっと緊張したんですけど、うんうんうん、まあ、でも皆さんのおかげで楽しく、そうですね、はい、進めたかなと思います。はい、というわけで皆さんもね本当に赤尾ちゃんもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも本当にありがとうございましたちょっとたまにこういう感じでちょっとテンポで公開収録すごい近い距離でちょっとやれたらなと思っているので、ぜひまた、まあ、スタジオのことも全然あると思うんですけども、ぜひ参加していただけたらと思います。というわけで、カホと TME 社長の地域密着ラジオ、この番組は地域や企業の方々と健全なアーティスト育成を中心にイベント運営楽曲提供などを行っております、株式会社ディストルミュージックエンターテインメントの提供で放送いたしました。それでは皆さんまた来月、さようなら。さようなら。おかほー。妊娠初期に